おはようございます。2014年6月10日火曜日6時5分になりました。おはようございます。昨日は、フェイントで4時にやってましたけども、今日はですね、いつも通りの6時5分にスタートということで、よろしくお願いします。なんかいろいろ事件というかいろいろ起きててですね、ミクシーに、これはちょっと今日は取り上げない話題ではあるんですけど、ミクシーの、ね、不正ログインがいろいろあったみたいで、4万アカウントに影響かということで、私も実は受け取ったんですけど、不正アクセスされた可能性がありますということで、メールアドレスとパスワードを変更してくださいっていうメールが来ました。ミクシー使ってる人結構多いと思いますし、また最近も全然アクセスしてないなっていう人もいるかと思うので、一度ですね、ログインして、その、運用からのお知らせっていうのがね来てるかどうかチェックしてみてください。それが届いてる人はちょっと不正アクセスしてる可能されてる可能性があるので、パスワードとかね、変更メールアドレスとかできれば変えた方がいいかなと思います。さて、今日はですね、この話題ですね、よいしょ。人工知能の13歳の少年チューリングテストに合格、ということで、これなんか13歳の男の子が作った人工知能かっていうのは、そうじゃなくって、人工知能で作られた13歳の少年、まあ、要は13歳の少年のキャラクターで、対応できる人工知能を作ったんですね。で、それで、チューリングテストっていうのがあって、それに合格したと。初めて、これは史上初ということらしいんですけども、そもそもチューリングマシンって、チューリングテストって何ぞやねんっていう話なんですが、アラン・チューリングという、もともとね、チューリングマシンってさっき言いましたけども、今のコンピューターの基本になるコンセプトというか考え方、要はプログラムに沿って動きますよというのをですね、そういう考え方を作った人で、コンピューターの父とも言われて、この人の考えてるそのチューリングマシンっていう考え方がですね、今の本当その全てのコンピューターのベースになってます。で、その人が考えたテスト、チューリングテストっていうのはですね、人工知能のテストの方式で、要は人間のような振る舞いをするっていうもののテストなんですけども、チャット、テキストチャットとかでやるんですが、テキストでね、チャットをするんですよ。で、テストする人がチャットをしてて、チャットしてる相手が人間なのか、それともコンピューターなのかっていう区別がつくかどうかっていうね、そういうテストをやるんですね。で、それで今回、この、人工知能をテストしたところ、 33% の人がどうも人間でしょうこれはっていうね、チューリングマシン、チューリングマシンじゃない、コンピューターだとは見抜けなかったと、多分これは人間じゃないかというふうに、判断したということなんですね。で、13歳の少年、男の子の設定なので、振る舞いがそういう振る舞いをするんですね。だから分からないこともあるし、分からないことは分からないって答えるし、その辺のやり取りがちゃんとできるということなんですね。で、5分間のチャットとかで、で、3割以上の人が騙される、要は人間じゃないのこの相手はっていうふうに思ったら成功ということで、今回 33% ということなので、かなりの精度が出てると。要はだから人間らしく振る舞えるかどうかっていうプログラムがね、コンピューターが、そういうテストなんですけども、こういうのが出てくるとですね、その人間のその生活空間の中にコンピューターが入ってくる一つのその答えとして、こういうね、人格をある程度持った対応ができるかどうかっていうのがやっぱり重要になるんですよ。
でそのコンピューターのね、例えば今の Siri とか喋ってコンシェルみたいなのとか、まあその他にもいろんなあの、対応するようなものはあるんですけども、それとかあのワトソンとかありますよね。 IBM が作ったその、クイズの問題で人間をよりもあの早く正しく回答したって優勝したのとか、あのチェスをするのとかね、まあ、この前の電脳将棋、電脳戦とかであの将棋とかでもあるんですけど、まあ、そういう人間以上の能力を発揮するっていうのも一つのあり方なんですが、ここではですね、その人格っていうものをどう作り出すかっていうところにポイントが置かれていて、でこういうものがないと実はその人間の生活空間の中にコンピューターが入ってくるときにはなかなかね、その何でもかんでも答えれるとか、あの非常にこう何ですかね、何でもかんでもロジカルに答えを出すっていう風にその数学的にね計算してベストの回答を何でもかんでも出してくるってなると、ちょっと人間側としてはストレスがかかっちゃうんですよ。それはまあ全部正しいわなみたいなになってくると、ちょっとそれは辛いところですね。だからそこら辺で多少こう人間的な対応してくれるような要素がないと、そのなんとなく違和感というかそういうのが出てきちゃうの でそれでまあ生活空間の中に入ってくるのに、こういうね性格を持ったあのコンピューターみたいなのが間に入ってくると、そうするとそのなんていうのかな、多少こう積極的に関わってくれるコンピューターとかね、割とそのほったらかしといてくれるコンピューターとかね、気使ってくれるコンピューターとか、あるいはあのツンデレみたいなコンピューターとかねもうそういうあのいろんなその性格のものが出てきて、でその人のその好みに合わせてカスタマイズされていくような、でやり取りをしながらその中でその人間が気持ちいいと感じているところ、やり取りして楽しそうになっているところとかをっていうのをうまくこう、作り上げていくっていう、そんなことになってくるんですね。でそうやってその人がストレスを感じないようにする。まあただ一方でね、あまりこれが行き過ぎるともうその本当に人間とコンピューターの区別がなくなっていけば、もうあのどういったらいいんですかね、その人間の社会生活そのものの中にもコンピューターが普通に共存してるっていうね。で場合によっちゃ共存どころか、前にもあの言ったかと思うんですけども、コンピューターが上司だったりとかですね、コンピューターがクライアントとかお客さんだったりとかですね、そういうこうもうよくわからない状況にどんどん入ってくる可能性があります。ただまあその中でなんていうんですかね、それをちゃんとこう受け入れていける人と受け入れていけない人と、まあいろいろ出てくるんですけども、こういうその性格を持った人工知能みたいなのが出てくると、どんどんもうそういう意識もなく気がついたらもう入ってると。でコンピューターやったんっていうね、電話の相手コンピューターやったんとか、いつもこれお客様サポートセンターで丁寧なメール来るけど、これってコンピューターやったんみたいなね、そんな状況になってくるんだと思います。それがいいのかどうかっていうのは非常に難しい。これはどっちかというともあの哲学的な議論とか倫理学的な議論とかそっちになっていっちゃうんで、その技術的にどうのこうのっていうのは全然もうね別の次元の話になってきています。で今回チューニングテストにこう合格するの意外とね早く来たなっていうのは私の感覚ではあるんですけれども、そうなると本当にその何度も何度も言ってますが、2020年の東京オリンピックの頃にはどんな状況になっているのか本当ちょっとね想像を絶するようなことがいっぱい起きていると思います。でもうまさにねこういうのが搭載された Google カーみたいになってくると、その Google カーに運転手がいるかのような対応してくれるようになってくるんじゃないかなと思います。まあ面白いような世界になってきますし、一方でちょっとそれでいいのかなっていうところもね、人の仕事っていうのがどんどんなくなっていく
まあね、企業で考えればその人件費がどんどん削れるわけですから、設備投資していく方が明らかに良くなるんで、その雇用雇用と言ってますけれども、経済発展させるには実は雇用を拡大しない方が経済的には豊かになっていくっていう、なんかね、いいんだか悪いんだかわからないような状況になるのがこれからの世の中じゃないかなと思います。さて、そんなところでもう6時15分になりました。今日は火曜日ですね。でまだまだ天候が不安定なようなんで、すごいね、いきなりこう雷になったりとか土砂降りになったりとかしますんで、その辺はちょっとね、天候の変化を常にこう考えとかないといけないかなと思います。で蒸し暑くなってきますし、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。